NBS 歌組スマイルソングスをお聞きの皆さん、乳輪占いが得意な小泉恵里さんを僕と同じ昭和59年7月4日生まれの吉武文さん、こんばんは、赤西です。僕が最近スマイルした、この原稿を読んでる時に乳輪占いっていうのを見た時にスマイルしましたね。これどういうことなんだろう、乳輪占いって。乳輪で占いしてくれるの？乳輪に基づいて占いするのか、ご自身の乳輪で占いするのかっていうところをちょっと突き詰めて、いきたいなと僕的には思ってます。血液型占いとか俺どうでもいいと思ってる人なんで。っていうのはだって、そんな世の中の人を4パターンで分けられないでしょっていうのを思ってるんですけど、乳輪占いに関してはその乳輪の大きさ、乳輪の色、乳輪の感じ、乳輪の手触り、乳輪のぬくもり、いろんな乳輪で占うんですかね。ちょっとやっぱり乳輪占い気になりますね。さて、そんな僕のニューシングル Hey What's Up なんですが、いよいよ本日リリースになりました。今回というか今回もなんですけど、自分で作詞作曲、そしてトラックゼロから全部作ったんですけど、割となんかこの曲に関しては書き溜めてたというより、リリース発売ってなってからパッと書いたんですけど、 3,4 時間でトラックとメロディー、歌詞以外はこう何かが降りてきたのか書けてしまいまして、でそこからまあ歌詞を載せたっていう感じになってるんですけど、まああとちょっとトラックを足したり楽器を足したりっていうのは後作業でしつつ、まあ、1ヶ月ぐらいでできたんですかね、この曲は。で詩の内容まあ夏だぜ、パーティーだぜ、騒ごうぜみたいな、特になんか深い意味はないんですけど、なんか車の中とかガンガン流してドライブでもしてもらったらなっていう思いで書きました。ミュージックビデオもプロデュースさせてもらったんですけど、打ち合わせ段階から監督と相談しつつアイデアを出して、やりたいことを言って具現化というか実現させてもらったっていう感じなんですけど、割とこうキメキメのミュージックビデオというか、ちょっとドキュメンタリーというか、なんかすごい動きのあるスピード感のある PV にしたいと思っていたのが一つと、あとすごい東京というか日本というか、をフューチャーしたくて、日本ならでは、東京ならではのシーンっていうのをふんだんに詰め込んだ作品になってます。なんか屋形船とか、まあ、芸者というか着物というか、あと女子高生の制服とか、そういうなんか日本にしかないものを取り入れつつ動きのある PV に仕上げました。で実は編集も参加して自分で編集室行って監督と相談しながら、まあ、自分の思いが描いてた通りにできた感じですかね。そしてアートワーク、なんか最初は夏っぽくなんかやろうっつってたんだけど、一つの CD にブックレットが入ってるんですけど、そのディレクションというかプロデュースかもさせてもらって、ほとんど私服でやったんですけど、なんか撮ってるうちに最初のアイデアよりこっちの方が良くないみたいな感じになって、 CD ジャケットが決まってったんですけど、 CD ジャケット自体にもそこまで深い意味はないんですけど、そのフォトブックの中で自分が撮りたいものを撮って、いい写真、かっこいい写真を使ったって感じになってるんですけど、すごい内容たっぷりなシングルになってると思います。あ、そう、通常版のジャケットなんですけど、自分の一番お気に入りな写真を使わせていただきました。ではニューシングル Hey What's Up を吉武さんがグッときた歌詞を朗読してからの紹介とのことで、よろしくお願いします。赤西仁でした。レディーチョイス。騒いでいこう、きっとダサくてもいいから、思い出全部笑顔で埋めて、後悔しないでいこう、恥捨ててこう。
ありがとうございました。赤西仁さんからのメッセージありがとうございます。偉い乳輪のぬくもりに食いついていこうとは思うんですけど、突き詰めていただきたいです ね、 ね、あえてね、うん、ありがたかったですね。いろいろメッセージお話もたくさんいただきまして、どうもありがとうございました。赤西仁さんでした。